最近暖かくなってきたよね。というか暑い。だからさ、こうして。どう？涼しくなった？どもども、トメです。今回使っていく武器はこれですね。ふとした時に使いたくなって、使ってみると勝手の悪さに絶望する銃です。ただ弾の性能は超優秀。クラス4アーマーはおおむねワンパン。5アーマーでさえも確率でワンパンできてしまう強強性能を持ってます。要は当てれば最強というわけだね。うわ？なんか足元に痛みが。結構遠距離からの射撃だったけど、詰めてくるかな？あ、これは来ますね。それに多分、この詰め方は単独じゃない。自信満々だから後続もいると思うんだよね。勢いでここに隠れちゃったけど、いけるかな？一番乗りはそこか。オッケー。あとはお仲間さんの相手だね。あれ、ここにいないのか。ならば上か？違うのか。あ、でも足音はするね。この辺だ。やばい！これまだ二人はいるのか。いてて、束縛ぐれか。うぬぬ、一瞬で満身創痍だ。急いで治療を、と思ったけど意外と大丈夫かな。それよりまた同じポジションに来ちゃった。でもここから動くのもちょっとあれだよね。線路裏を挟み込むように二人、これ、どっちが先に来る？右か左か。左だー。逃げろー。いや、こっちに来るなー。急いで撤退。っていうか一人増えた。バックは一旦ここ。後で取りに戻るからそこで待ってるんだ。まだここなら後ろに引いてもアプローチはいくつかできる。残り二人、倒しに行くぞ。右端に一人いたね。さすがにあの距離は当てづらいか。グレネードで牽制。もう一人はどこにいるのかな？ここからは、見えないか。お、足音だ。今ちょうどこの裏あたりかな。ここから足が見えたり、はしないっぽい。詰め方難しい。グレネードは、あるけど一つか。ここにいるんだよね。グレネード通せないか試してみたいけど、まあ少し怖い。あれ？まだあそこにいるっぽくない？ちょっと、もう少し後ろから。やっぱりそうだ。よし、作戦は決まった。まずあれを倒して。次にコンテナ裏を叩く。よし、倒れてるな。じゃあ行こう。オッケー。さすがの火力だね。当たれば強い。待たせたな、ピルグリム。回収に来たよ。と、この武器長いな。よし、それでは敵の武器をいただこう。と言ってももうゴーグル類は取り上げた後ですが。あれですね。エイペックスのアーマー取り替えみたいなね。
これでいいかな。M4 もらえて満足です。あれ、足音。あ、なんだ。それでは一時帰宅。なかなかイケメンなマシーンだな。それではやっていこう。カスタムは脇がすごく変わったね。女のインテリ真っ先じゃん。というわけでインテリガチャ、やっていきましょう。インテリジェンスの排出率って一体どのくらいなんだろうね。今回はガチャ失敗。まあそんなにうまいこといかないね。インテリジェンスはとんでもレアでした。それではアッチの凶暴さを伝えに行こうか。の前に少し水分補給。ついでにボルスタもね。なんだかガソリンスタンドに敵の匂い。多分ボスでもいるのかな？足音するね。このグレネードはボスのものかな？倒しに動いたね。それじゃあこっちは警戒されてないと思うし、覗いてみようか。どこだ？あ、いましたね。多分ガソリンスタンドに戻ってくると思うんで、少し回り込みましょうか。この辺りで待っておけば。やっぱ来てますね。オッケー。奥にもう一人いたね。その人との勝負だ。うむむ、この距離はきつい。しかもまだ二人いるのか。一応応急処置だけ。うわ、これ挟まれるな。どっちからだ？右のが早い。あ、当たってないだと？とりあえず逃げろ。正面をなんとかしないと、回り込まれて終わる。ちょっともう左来る。オッケー。いや、オッケーではない。まだ入り乱れてる。てか半分積んでる。とりあえず、これでなんとかなって。お？どうやら火星が来たみたい。いや、二人かい。これまた囲まれる。緑は刺しておこう。これはまずい状況だな。助けてはもらえたけど、人数が増えるのは聞いてない。ああ、もう、わかった。ここは一点突破する。グレネードなんてお構いなし。ほらー！よし、あとは後ろの一人。止血だけしよう。もう近くかな？決め打ちだー！いない。というか弾は足りる？マガジン残ってたっけ？もう残ってない。急いで弾止め。どうやら私を探しているよう。まあ味方一人倒してるしそれ怒ってるよね。いいだろう。私はここにいるぞ。ん？右か。いや左だな。の、逃したか。もう弾薬が底をつきそう。アーマーもないし、できればその辺から武器とアーマーを。
武器はいいけど、アーマーはダメだ、使えない。武器だけもらって、弾薬は？でかした。これで足りないものはない。さあ勝負だ。の前に少しだけ回復。このトタン裏にいるね。すごいグレた。でも、これで終わりだ。右だけで勝負。無理そう。こっちを頼ろう。左から。よっしゃ。って、アーマー削れてないのマジか。あっちの弾はどこ飛んでるのだか。弾薬もギリギリだったけど、なんとかなってよかったね。この人お揃いだ。それじゃあ私のと交換で。うわ、めっちゃいいアーマー持ってるじゃん。来て持ち帰るか。え、なんで耐久がゼロになったんですかね。さすがにいいや。というわけで今回はアッチを使って、ん？なんでまだボスが生きてるんですかね。というわけで今回はアッチを使っていったわけなんですが、やはり難しいですね、この武器。まず反動がやばいのに、その上アオン速弾なので命中させるのが難しいです。そんな上級者向けなこの銃ですが、独特なガンサウンドと、ロマン火力につい見せられちゃうよね。多分この動画を見て使いたくなる人もいるはず。というわけで今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。